はい、おはようございます。ルナのご飯です。これぐらいの量を1日、5回与えてあげて食べてもらってます。で、そろそろ4週目になりまして、ギプスも、ギプスも取れるね、時期になってきたので、そろそろ待てを教えたいと思います。危ないんですよね。餌作ってる時にも飛びかかってきたり、皿をねこうひっくり返そうとしちゃうんで、本当に待てをしっかり教えてね、ゆっくり安心して食べてもらおうと思います。今ね、これまでは開けるともう一目散に餌に走ってっちゃうので、待てをね教えたいと思うんですけど、まあ、捕まえて、まあ、待てをしっかり言ってから押さえてから食べてもらおうと思います。できるかどうかわかりません。痛いで、本当にね、早くご飯それくれくれくれと言っておりますので、ちょっと待って、はい、今開けます。よし、はい、こっち、待て、よし、待て、今押さえてます、手で、待て待て、よしという感じで初日の待てでした。もう手で押さえてないともうダメですね。はい、以上です。今日もね、いっぱい食べて元気になってもらいたいです。以上です。